ずっと隠していたことがあるんです。店長さん、私本当は普通の人間じゃないんです。なんかもう変身とかしちゃって。あれ、ここは驚くところでは。いや、多分伝わってないだけだ。つうか今更気にするようなやつじゃないだろ。カルディアのマスターなんてやってんだから。それならいいか、なんだか安心しちゃったね。まあ私はお前が変身することについて未だに納得できてないわけだが。